でその時にですねこういうまあ,ある種の一般論のところから出発をした上でじゃあ、その政治の仕組みというのはどういうふうな具体的に実際にですね効果を持っているんだろうかこれを理解するときのポイントとしてまあ、ですね2つぐらいの重要な仕組みがあるというふうに考えます。ででつはすすねそのここに書いてますけど ここですね。誰に政策を決めさせるかということ。つまり、えー、政策を決める人っていうのは。 民主主義であったとしても実際には政治家であったりとか、まあ、あるいは官僚なんかも関係をしていますが政治学ではそういう人たちのことを統治エリートという言葉を使ったりしますけれどもその統治エリートをどうやって選ぶのかあるいはどういうふうなあそのですねまあ機関その人たちにその仕事をさせるのかこういうふうなルールがありますでそのルールのことを選挙制度というふうに一般的に呼ぶわけですねで選挙制度についてはその大きく分けると2つの考え方があります で一つの考え方は、まあ、その世の中で過半数の人が考えている意見つまり多数派ができればその人たちの意見を通しやすくするというタイプの選挙制度といやいやそうではなくてやっぱり世の中ですね少数であっても無視してはいけない意見があるんだこういうふうな立場に立って少数派の意向をできるだけ、まあ、政策決定に反映させようとするこういうルールも選挙制度も存在をしています。でこのの大きく2つのタイプに分かれるわけ それからもう1つは先ほど言った統治エリートあるいは政治家の間にいろんな分業関係があります。 で政治家が1人しかいないような仕組みっていうのはあるんじゃないですかそれも民主主義なんじゃないですかというふうに思うかもしれませんが、えー、その選挙で選ばれた人であっても何らの制約も受けることなく何でも決められるような仕組みっていうのはあ民主主義としてはもはや定を成しててははもやを成いなですねそれは選挙っていうものを1回経てるだけで実質的には独裁に過ぎないというふうに考えますのでそうではなくてやっぱり政治家っていうのは複数いてでその複数いる政治家あるいは統治エリートの間にさまざまな分業関係 あるいはもうちょっとその法学部的といいますかその法律学なんかの考え方に近づけて言うならば「抑制均衡関係」という言葉を使うこともありますチェックバランスのことですねそういうふうな関係があるかど,のどういういうな形で存在しているかというようなことを考えるこれがまあその「失政制度」とかいう言葉を使うこともありますがこういう制度です。でそこにはは権力を集中させるタイプのものののもつままり選選挙挙でで勝った人が次の選挙までの間は できるだけその人たちの意向に従った政策決定をしやすくするメカニズムの場合とそうではなくて権力分立をしていて選挙で勝ったからといって何でもできるわけではなくて多くのほの、ね、その政治家、統治エリートによってまあ止められやすくなっている仕組みこういうふうなものに分かれます。 で皆さんがですね多分中学校や小学校でまあ三権分立とかいうのを習うと思います。でまあ、日本でも三権分立がありますとか言って、まあ、あの本当に三権分立があるのかどうかっていろいろ考え方があるんですけども三権分立とか言われるものはここで言ってるこの権力分立のまあ,あり方のことを指しているわけですね。ここううういいったようなことというのが この2つのつ制度を合わせてですね、基幹的政治制度とという,ふうに呼ぶここがあります。でこの基幹的な政治制度の組み合わせがどうなっているのかということがその国それぞれの国、まあ、別に地方とかでもいいんですけれどもこの政治のあり方に対してつまり政策の決まり方に対して大きな影響を及ぼしているとこういうふうに考えます。 でそれをこうやって累計区分したのが、えー、この図ですねなんかこっちばかりやってるとちょっとこっちの人もかわいそうなんでこっちでやりますがあその機関的政治制度には4つの累計っていうのができるんだとつまり選挙制度が、まあ、2, 種2つのタイプに分かれ失政制度が2つのタイプに分かれるんだとすれば 2×2、えー、で4つできると。でまああの 多くの,です、ね、あの政治学者あるいはその法学部の先生たちというのはこの 2×2 以上の発想というかあのこういう図を作るのが苦手で私もあまり得意じゃありませんで 2×2 が能力の限界なんですけれども、えー、そういうわけでここの 2×2 なんですがあその選挙制度が多数派を重視するタイプつまりえーまあ50パ51%の支持を得てるだけでもいいからとにかく多数を握ってしまえばその人たちの力が移行が通りやすくする仕組みであってかつ権力が集中 しているタイプ議員内閣制といわれる、まあ、首相がいるようなあ日本は議員内閣制ですがこういうふうなタイプの失政制度は、えー、国際比較の場合には権力集中型の失勢制度だという,うに考えますでこのタイプだと政策は早く決まるんですね多数派ができていてこの多数派があその内閣を作っていますの政策どんどん決まりますだけれどもそれは少数派にとっては不満がたまりやすいでその反対側のところには 少数派を尊重するタイプの選,、まあ、選挙制度比例代表の選挙なんかはそうなんですがこういうタイプの選挙制度と権力を分立させている大統領制のような失政制度の組み合わせになります。 こうすするるとまあ納得づくんの政策になるんですね。物事が決まるときていうのは議会の中にいろんな少数派がいる人が大体合意をしてそして大統領もそれに合意をしましたというときに物事が決まりますから納得づくになります。ただ納得づくになるんだけどこれができるまではすごく時間がかかるんですよ。 で時間がかかるんで多数派はいやいやいやもうだい,たいもう6割7割の人あるいはまあ場合によっては5割の人はもうこっちで賛成してる意見があるじゃないですかっていう,うに思うんですねですからやっぱり不満を持つとでこの2つの累計の間というのはいろんなバリエーションがあるんですけどやはりですねこの簡単に言ってしまえばあ,そのある程度早く物事を決めないと政策っていうのは意味を持ちません。 ね、100年前に課題であったことに今答えたってしょうがないわけで、えー、早く決まらないといけないっていう部分と少数派も納得しないといけないっていう部分と両方の要素があるんですね。でこの両方の要素をどういうふうにしたらバランスよく物事が決められるかっていうのを考えるのがこの機関的政治制度の組み合わせだっていうことになるわけです。